from the なんでガキンコロのあだ名を。やっぱり私は私かおり、木下かおり。木下って、木下本当に。なんだすごい。霧島くん、この方は。ああ、俺の小学生の時の婚約者です。婚約者、こんな人と再会するなんて。やっぱり、しかも沖縄で。運命的だよね。いや、それは…いや…やるね、カイ先生。だから悔しくても落ち込んでいる暇なんてないね。君、ちょっと似てる。誰と？ガンプラ、直そう。この声、世界くん？あいつがガンプラの補修を。格闘バカだと思っていたが、女の趣味は悪くない。あ、ちょっと世界くん。あ、先輩。知らない人に勝手にガンプラを触らせて。誰？世界。うわっ。見つけた。へえ、芝くんってロボットにまでモテるんだ。お兄様にお人形遊びのご趣味が終わりとは存じませんでした。俺の方から抱きついたわけじゃないぞ。抱きつかれたんだ。お兄様の身体能力。桃井さん、知り合い？どちら様？なんて言えばいいのかな。鉄くんの彼女です。決勝リーグまで待てなくて来ちゃいました。鉄くん。黒子哲也くん。鉄くん、久しぶり。会いたかった。苦しいです、桃井さん。何が何だか分かんねえけど、羨ましすぎる。黒子いいな。黒子死ねばいいのに。ちょ、いやいや、なんで黒子。四つ葉、これはどうだ。どれどれ。あ、上杉さん、クリームついてますよ。お兄ちゃん、四つ葉さん。今のほっぺにチューが家庭教師のお礼ということで。まさか四つ葉切り抜いてた。さっき。かわいいですね。はい、かわいいです。今何を考えましたか。ほら、何イチャこいてんだ。ダメだからね。二人の交際は認めても高校生なんだから。節度ってものがあるんだからね。わかっています。私たちは当分清い関係のままでしょう。勝平くんが押し倒したりしてこなければな。そりゃまたストレートな。やるね、園崎さん。やっぱ絶対認めない。ねえご主人様、温泉っていうのにも入ってみたい。温泉か。ラフタリアはどうだ。私はそこまで興味はないですが、直文様やフィーロが入りたいというのなら。よし、今日はここに泊まるぞ。ありがとうございます。ご主人様、好き。田村くん、どうして髪切ったの。え、いや、夏だし。夏だからだってさ。へえ。うちケーキ屋なんでしょ。すげえ、氷の女王みたいになってる。
なんだか寒いね。私も多分今だけだって。は？何？押し返せ！すげえ、すげえぞ鈴鹿。呪力を制限されてたってこれくらい余裕だし、十二神将舐めるなっつーの。さすがだな、折れちまいそうだ。バカじゃないよ、いきなし何やってんだよこのバカ。あの返事待っています。え、今日なんですかあなた。イロちゃん行くよ。ちょっとロイド様、あの女と何があったんですの。いや、よくわからないんですけど、僕たちと一緒に住みたいんですか。動くな、もうブラッシングしないぞ。いや、これ気持ちいいからもっと。あと羽の作ろいも。羽は自分でやれ。どうしたラフタリア。なんでもありません。お姉ちゃん、ヒーローも。待ってるはずなんてないよ。ああ、お前は立派だよ。そんなこと。あの時は人類なんか滅べばいいとか言ってたのにな。あ、あれは勢い余っただけだから。なんだよ。貸して。あ、おい。エレンは実験で疲れてる。そうだね、ごめん。気になるならリーシャ様も中に入ればよかったのに。バカ者、ルクスがあの羊と会うと言うから私は護衛に来ただけだ。公約って僕たちは。そんなあなたのことがとても好きよ。非常意のままかっこいいこと言ってもあれだけどね。やめてください霞ヶ丘先輩。なる必要はないんだけど。だってお前にはアリソンをいい曲だと認めて、それをリスペクトする感性がすでにある。だからきっと伝わるはずだ。お前の歌は必ずオタクの耳に届く。トム、ミチル、一緒に幸せになろうぜ。対面罪のままかっこいいこと言ってもあるの。では最後に。先生、こうして測るのが一番確実で。ごめん、動かないで。正しい検温ができなくなるから。冷た。はじむ、体温にも問題なし。先生、思春期の女の子には気を使いなさいとあれほど。うわ、お医者様、大丈夫ですよ。乱暴ですわね、蛇娘。あれ、本部はどっちだっけ。ごめんなさい。あ、いや、こっちこそすみません。ん、携帯の充電池。あの、ありがとうございました。すぐ母に連絡したかったので助かりました。いえいえ、なんか変わった子だな。お、A ちゃん。なっちゃん、私行きますね。ありがとうございました。ところで今清水さんと何か話してなかった。ああ、うん、外れた携帯の充電池つけてあげただけだけど。へえ、可愛いからねあの子。それは関係ないでしょ。答えにくいことを聞いているのは分かってます。でも心配なんです。あの日からリホさん元気がなくて。ロイド、あの女め、いい雰囲気になりよって。あ、ゴキじゃねえ、セレン。
します。リホさん、ま、触んじゃねえって言っただろ。平気です。だから信じてください。僕は絶対リホさんを裏切りません。ロイド、